りたくーん。びっくりしたかな。さ、じゃあどんなお話しよっか。そういえばね、今日私と同じくらいの年の子がバイトしてるのを見かけたの。私もバイトしてみたいなって思ったよ。禁止されてるからダメなんだけどね。仮にできたとしたら、ケーキ屋さんとか可愛くていいかも。キリト君はどう思う？似合いそう？ありがとう。キリト君、なんだかうとうとしてるよ。眠たいの？膝枕してあげる。なんだか子供みたいだね。最近お疲れ気味だもんね。よしよし。どうしたの？私の顔になんかついてる？ずっと見ていたいだなんて、恥ずかしいけど、うん、嬉しいよ。そろそろ膝枕はおしまいだよ。だってほら、普通は子供とかにしてあげるものでしょ？誰の子供かって？もちろん、キリト君と私の子供だよ。ユイちゃんも兄弟が欲しいって思ってるだろうしね。キリト君となら、私、温かい家庭が作れると思うよ。なんてね、なんだかプロポーズみたいだね。まだ将来のことはわからないけど、ずっと一緒にいたい。その気持ちは、どんな未来が来ても、絶対に変わることはないよ。キリト君、好きだよ。
よしよし。いけない、もうこんな時間なんだ。今日はこの辺でログアウトしよっか。じゃあ記念に撮影しようよ。何の記念かっていいの、それじゃあ撮るね。はい、チーズ。うん、バッチリだよ。じゃあおやすみなさい。